はじめまして、エマ。最後か。私大きくなったらママみたいなお母さんになるんだ。そっか。お兄ちゃんこちら手の鳴る方へ。今日はねそんな手に乗らないの。よしできた。はい。あ、エマごめん。ビール。グレイスフィールドハウス孤児院、私たちに血のつながりはない。でもハウスは幸せな私たちの家。おはようエマ。元気だね。朝ごはん前なのに。おはようって、お前いくつだよ。5歳。2人と同じ15歳。うっそ。ハウ、レイなんか私より身長低いくせに。やめろよ。ああ、デカ、うるさい。ちびすけ、レイナ、おはよう。こっち手伝って。おはようママ。優しいママとありがとう。たくさんの兄弟。いただきます。いただきます。みんな大事な家族。ハンス、シゲ。こっち向いて。ほらほらほら。はい。結果を返すわね。ノーマン、レイ、エマ、すごいわ、3人とも。また300点。フルスコアよ。私たちは一生懸命勉強して、一生懸命みんなで思いっきり遊んだ。ハウスの敷地からは決して外に出てはいけないという規則を守って、フィル、柵の向こうは危ないから近寄っちゃダメ。うん。捕まえた。待って、もう捕まっちゃったよ。フィル、柵怖いんだよ。みんなも捕まったの。お前もだろ。天才ノーマンから逃げられる子がいるとしたら、あの二人しかいないよ。捕まえた。ずる。戦略、戦略。戦略って？敵の手を読まないと。うん、ずるい。おお、エマ。ハウスでの生活は永遠じゃない。みんなバイバイ。16歳になるまでにみんな里親を手配され、外の世界へ旅立っていく。
元気でね、コニー。新しい家族と仲良くね。ありがとう、エマ。うん。まだ知らない素晴らしい未来が待っていると思っていた。だけどここは嘘だらけの世界だった。あと1年だね、僕らがここにいられるのも。もしノーマンが先だったら手紙ちょうだい。もちろん。って言っててくれた子いないからな。きっとみんな忘れちゃうんだよ、ここのことなんて。外の世界ってよっぽど楽しいんだろうね。でもね、まあ僕は書くよ、約束する。うん。コニー忘れてる。追いかけたら間に合うかも。さっき見た時はまだ門に明かりがついてた。届けに行こう。こんな遅くに出たら叱られる。それに門には行けないよ。でもコニーの宝物だよこれ。わかった、後で一緒に叱られよう。今、音がしなかった。人間の肉が一番だ。俺らには手が出ないけどさ、この農園の人肉は全部金持ち向けの超高級品だ。また6歳か。波の出荷が続いている。そろそろ自慢のフルスコア3匹を詰めるよう仕上げておく。かしこまりました。
ちょっと待て、何か匂う。違うよね、さっきのはママじゃない、あれはコニーじゃなかった、あれはコニーだった。ここを出るんだ。外の世界がどうなってるかわからないけど、僕らなら逃げられる。できないよ。できるよ。僕とエマなら。置いてけないよ、みんなを。ここにいたら殺される。誰一人、もう家族を死なせたくない。無理なのかな。無理じゃない。大丈夫。みんなで一緒にここから逃げよう。処理しておけ。渡せた？コニーに。間に合わなかったよ。私たちは食べられるために生きてる。グレイスフィールドハウスは孤児院じゃなくて農園。はい、ありがとう。おはよう、エマ。おはよう。ママは、ママは、僕たちのママは鬼の手先だ。僕らを管理して見張ってる。僕らを守るためと思っていたこの柵は僕らを閉じ込めるため。これも僕らは食用肉だ。だから今まで旅立った誰からも手紙が来なかった。行こう。この先に何があるのか。うん。壁だ。だ
いね。でも私はノーマンならロープ1本あれば登れると思う。うん。問題はどうやってみんなを連れ出すかだな。全員で逃げるための戦略を考える。それまで昨夜見たことは誰にも内緒だ。レイにも信じると思う？僕らが食用肉でママが管理人だなんて。ママは本当に敵なのかな？僕らに嘘をついてた。大丈夫よ、みんなここで待っていて。いいわね。みんなハウスに戻りましょう。早すぎる。ママはナイラがどこにいるか分かってた。さっきママが見たのは時計じゃない。私たちの体のどこかに発信機が埋め込まれてる。多分これ。このしこり？うん。みんなに同じようにある。食用なら耳に埋め込むのが一番理にかなってる。ママはあの時計をわざと見せた。発信機があるから逃げられないって門に行った誰かに知らせるために。ママからの宣戦布告だ。顔色が悪いわよ、エマ。熱はないようだけど。なんでもないよ、ママ。そう？コニーがね、ママみたいなお母さんになりたいって。ええ、知ってるわ。楽しみね。コニーなら素敵な大人に、いいお母さんになるわ。ねえ、エマ、あなた昨日誰かと門に行った？夕飯準備できたよ、ママ。そう、ママ門には行ってないよ。決まりだもん。そう、それならいいの。生まれて初めてママに嘘をついた。できた。これでロープとして使える。うん。あとはどうやってみんなを連れ出すか。
やっぱりレイに話しても大丈夫なんじゃないかな、うん、お前らこそこそ何やってんだよ。レイ悪い、つけてきた。あの夜門に行ってからお前らずっと様子がおかしかったからな。何隠してんだよ。鬼？ママが敵？信じられないのはわかる。でもね。信じるよ。え？エマはともかく、ノーマンがこんな間抜けな嘘つくわけない。何それ。まあまあ。で、いつ逃げる？全員は無理だけど、俺ら3人なら。ダメ。コニーで終わりにしたい。もう誰もあんな姿にしたくない。小さい子たちも連れて、全員一緒に逃げようって。アホか。は？逃げるだけじゃダメなんだぞ。外が鬼の世界なら最悪。人間の生きられる場所なんてどこにもない。連れてっても全滅するだけだ。だけど置いていく、それが最善なんだよ。やだ。は？ないなら作ろうよ。外に人間の生きられる場所、変えようよ世界。うん、変えよう。僕らの手で。ノーマン、お前まで。お願いレイ、協力して。みんなで脱獄しよう。よし行こう。じゃあその前に敵を知らないとね。うん。で、どうやって？アホか。鬼たちの狙いは俺たちの脳なんじゃないかな。より発達した脳の方がうまい。だから私たちに勉強させて脳を発達させる。6歳以降スコアの低い順に収穫されて、16歳になれば無条件に出荷される。あの時鬼が言ってたフルスコア3匹って、エマと僕、そしてレイのことだ。やるからには勝つぞ。うん。そのためにもまずは発信機を何とかしないと。ただ迂闊に触って壊すのは危ない。だから壊すのはあくまで逃げるとき。でもどうやって壊すの？この形と大きさ、ちょっと思い当たることがある。え？この件は一旦俺に任せてくれないか。いいの？ああ、レイが言うなら。見て見て、大発見。え、おお。このフクロウさんね、全部ちょっとずつ違うんだよ。本当だフィル、よく見つけたね。まあね。この本は全部ミネルバさんって人から寄付されたんだね。ミネルバの本ならこの部屋中にあるな。あれ、これってもしかしてモールス符号になってる？モールス符号？ D-O-U-B-T ダウト、疑い。こっちはラン、逃げろ。農園、真実、危険。そしてこれが約束。これ私たちにとって何か大切な道しるべになるような気がする。根拠は？勘。は？これが本当に僕たちに宛てたメッセージだとしたら、外の世界にはミネルバさんって味方がいる。みんな集まって。紹介するわ。シスタークローネ、ママのお手伝いに来てもらったの。今日から一緒に暮らします。どうぞよろしく。お願いします。ママに先手を打たれた。監視の目が倍だ。これまでから考えると次の出荷予定は最短で1ヶ月半後。
それまでにみんなを連れ出す方法を考えないと。って言ってもみんなはママを信じきってるし、真実に耐えられないだろうな。そもそもどうやって全員連れ出す。運動が苦手なやつもいる。足手まといになるだけだ。それについては考えがある。先輩の大噂は金がね。常務の以上の育成数、全島歴代トップ、尊敬する先輩の下で働けるなんて光栄の至りです。私の可愛い子供たちの資料よ。今ここで全部覚えなさい。はい。鬼ごっこ？遊びのふりをした訓練ってことか。体の使い方は私が教える。頭の使い方はノーマンとレイガ先生で。遊びならママにもバレない。ですが、なぜ私は呼ばれたのでしょう。秘密を知られたの。荷台も見られている。では、規則通り直ちに見つけて即時出荷しないと。大丈夫よ。必要ない。出荷まで逃がさなければいいのよ。上に報告しないんですか。しないわ。私の子供は私が叱るべき手順で処理する。あなたは何も考えず、ただ見張りでいればそれでいい。わかったわね、シスタークローネ。承知しました、マム・イザベラ。エマ！行ってらっしゃい。行ってきます。トーマス、フェイクだぞ。行くぞ。行くぞ。戦略を競うゲームだ。敵がどう動くかを考えるんだよ。楽しそうね。鬼ごっこ、私も混ぜて。はあ、どういうこと。みんなと仲良くなりたいの。シスター走れんの。もちろん。みんなを一気に捕まえちゃおうかな。これは敵を知るチャンスかもね。うん。勝負の時間は20分。私が鬼よ。みんな逃げ切ってね。1、2、3、4。標的を暴いてイザベラをママの座から引きずり下ろしてやる。ゲロ。捕まえた。おいで。はい、捕まえた。絶対逃げるぞ。はい、ストップ。捕まえたよ。あとはフルスコア3人。
諦めて出てきなさい。もしもあなたが収穫を見たのなら、私はあなたの味方よ。見つけた。10分経過。俺たちの勝ちだね、シスター。こいつらただのフルスコアじゃない。あなたは標的を知らなくていい。すでに事態のコントロールはできてるから何もしなくていいのよ。はい、おっしゃる通りに。ただ見張りを。それで、あの子たちとの鬼ごっこはどうだったの？どう？私の子供たちは、あなたから見て。とても優秀で、特別な。そう。理解してくれたのね。あなたは賢い子。今後は道を誤らないでね。下がっていいわ。あの鬼ごっこ以来、ママもシスターも何も仕掛けてこない。きっと秘密を知られても逃げられなければいい、そう思って。大人以外の人間に僕らを見張らせてる。え？内通者がいる、子供たちの中に。え？大人より子供の方が無理なく近づけて話も聞ける。ちょっと待って、誰がそんな。いい子ばっかりだよ。私たちを裏切るなんて。そんな、自分が何をしてるかわからないままに情報を渡してるのかもしれない。そう、もちろん年長者の可能性もある。すげえ。で、どうすんだ？それでも他の子にハウスの秘密を話す。スパイかもしれない相手に。まずはドンとギルダから。何の冗談だよ。ママが飼育か。あんなに優しいママが。ドン、いい加減なこと言うなよ。コニーが鬼に食べられたって、どんな作り話だよ。落ち着けって。食用って、俺たち家族だろ、兄弟だろ。偽物のな。叫んな。やめて。信じられないかもしれないけど、本当なの？私たちを信じて、一緒に逃げてほしい。見たの？コニーの最後の姿。私は信じる。エマが、ママのこと大好きなエマが、こんな後つくはずない。だって私たち家族でしょ。信じてもらえてよかった。他の子たちにはいつ話す？その前に、ママのスパイをあぶり出すため、あの二人に罠を仕掛けた。罠って？ダミーのローブの隠し場所を教えたんだ。
ドンには僕のベッドの下、ギルダにはトイレの天井裏って、どちらかのロープがなくなったら内通者ってことだ。おはよう、エマ。ノーマン。眠れなかったの。ううん。何か自分に今できることはないかなって。そっか。もしスパイが見つかったら、エマはその子を置いてく。もちろん。連れてく。僕たちに嘘をついてたとしても、たとえ内通者でも一緒に育った家族だもん。嘘をつかれても裏切られても、私は最後までその子を信じたい。そうだね。ノーマン、どうなった？仕掛けたロープなくなってた。僕のベッドの下のが。じゃあスパイはドンか。いや、内通者はレイ、君だったんだね。ごめん、君らにも嘘をついても。ドンに教えたのは別の場所だったんだ。どういうこと？罠を仕掛けた相手は3人、ドン、ギルダ、そしてレイ。うまくやってると思ったのにな。そうだよ、俺がママのスパイだ。嘘。スパイとして誰が一番適任か、僕らの作戦に口出しできるレイほどいい存在はいない。俺はママが子供たちを統制する上で望む方向に内側から誘導する装置、要は羊飼いにおける牧羊犬だ。どうしてママの牧羊犬に？志願したんだ、自分から。あのさ、俺分かっちゃったんだ、ハウスの秘密。取引したい、ママ。取引？条件は2つ。仕事をするから即出荷はしないこと。そしてもう1つ。結果を出したら報酬をもらうこと。報酬って？いろいろガラクタさ。ハウスにないものを外の世界から取り寄せてもらった。でもレイ、ロープの本当の隠し場所はママに教えてないよね。そうだ！君がこの脱獄を仕組んだ。え？ 100% ママの牧羊犬ならそんなことしないよね。そうなので。ああ。すべては今この時のため、脱獄のための準備だ。で、ハウスの正体に気づいてからずっと準備してきた。誰にも気づかれないように何も知らないコニーを騙して、リトルバーニーを奪って、お前ら2人を門に行かせた。全部お前ら2人を殺させないために。
じゃあ発信機の壊し方に当てがあるっていうの？俺は現物を見ている。実験もした。断言する。発信機は確実に無効化できる。それって誰かの耳で実験したってこと？そのために誰かを犠牲になんかしてないよね。辛かったよね。知ってて黙って何人も見送って。でもそういう線引き二度としないで。もう一人じゃないから。みんなで行こう、外の世界に。レイは最強のカードだ。ママを内側からさせる最強の二重スパイ。は？二重スパイなんかかっこいいじゃん。レイバカかお前。ほらバカって言っちゃダメでしょ。悪かったよ。よし、じゃあロープを作ろう。うん、ほらやるよ。こいつで発信機は無効化できる。明日外から部品が届いたら完成だ。エマは甘すぎる。本当に脱獄をするならお前と俺、エマ、せいぜいドンとギルダの5人までだ。エマは納得しないよ。だから騙せよエマを。直前まで全員連れて行くふりして。脱獄は14歳以上の5人だけ。できないよ。なんでだよ、分かってんだろ、全員なんて無理だって。初めてだったんだよ。は？あの夜初めてエマが泣くのを見た。自分が死ぬのが怖くて泣いているんだと思った。僕がそうだったから。でも違った。エマは家族が死ぬのが怖くて泣いてたんだ。あの状況でみんなを守ろうって考えるエマはすごいなって。そして思った。笑っててほしいって。エマには笑っててほしい。好きだから。え？あ、もちろん家族としてだよ。やめろよその顔。なりたいんだよ僕も、エマみたいに。え？みんなを信じて諦めない。どんな不可能なこともエマならやれる気がする。あなたが留守番もできない無能な犬だって思ってもみなかった。だから反省して親友も売ったし、シスターの不安も逐一報告してるだろ。そもそもコニーの姿をあの二人に見られなければね。それで報告は？ノーマンがママを殺そうとしてる。それで？洗剤や除草剤を集めてる。毒殺ね。ああ、だから中身を偽物にすり替える必要が。場所は分かってるの？一緒にやってくれる。対処しましょう。報告は以上。
そうだ、一足先に教えてあげる。昨日上から通達があったの。来月の出荷はない。じゃあ次は1月、あなたの誕生日。次の出荷はいよいよ俺か。言われた通り洗剤と除草剤取ってきたけど。ありがとう、下見の時に役立つ。下見って塀の方まで行くの？僕とエマで塀に上がって外を見てくる。発信機はどうするの？確認させないようにレイに足止めしてもらう。ママは俺が、シスターはギルダとドンで。どうやって私を足止めするの？やっぱりマムの標的はあんたたちだったのね。私と手を組まない？え？私も抜け出したいのよ、今の境遇から。ここにチップが埋められてる。一歩でも農園の外に出たら電気が流れて心臓を止められちゃう。私はここでしか生きられない。だからね、せめて農園の中で一番いい暮らしを目指すことにしたの。一番の農園で一番の子供たちに囲まれて一番のママになる。それがどこだか分かる？この農園よ。イザベラを引きずり落として私がここのママになる。あんたたちが逃げればイザベラは罪に問われ排除される。僕たちが逃げることはシスターの利益になる。だから協力しましょう。敵はマム・イザベラ。シスターもハウス出身だったんだな。ええ、この第三プラントではないけどね。他にも私にしか教えられない情報何でも教えてあげる。気持ちが固まったら今夜にでも私の部屋へ。いらっしゃい。シスターは証拠をつかんで僕たちを出荷するつもりだ。証拠をつかむまでは共闘のふりしようって魂胆だろ。だったら私たちは信用しないし証拠もつかませない。その上で欲しい情報だけを取りに行こう。どうぞ入って。さあ、何が知りたい？外の世界のこと知ってますか？残念だけど私も外の世界を見たことがないのよ。でも外に人間はいる。鬼はいつからいて世界はどうしてこうなったの？遠い昔、戦いの時代があったそうよ。人間を狩る鬼と撃退する人間、戦いに疲れた人と鬼は約束を交わした。約束？お互いの住む世界を住み分けよう。鬼は人を狩らないし人も鬼を殺さないという約束。そして人間は自分たちの一部を鬼の世界に残し人の住む世界へと消えた。置き去りにされた人たちが代々鬼に飼われ養殖される食用肉になった。それがこの農園。食べられるために育てられたあんたたち。この農園の警備はどうなってるんですか？大したことないわよ。ろくな人数配置してないし巡回すらしてないはずよ。逃げても発信機で位置を確認すればいいから。あ、知ってたんだ。これママに見せられたので。どこに発信機があるのかも。え、どこにあるんですか？
耳よ。そうなんですね。ありがとうございました。行こう。え、これだけ？そう、もう分かってんのね。発信機の壊し方、情報は言葉だけじゃないのよ。態度、目線、瞬き。あんたたち発信機は耳にあるって分かっても触って確かめようともしなかった。それはなぜか。知ってるからよ。あんたたちはすでに発信機を壊せる。どうやって壊すのよ。何か道具を使って。ああ、もしかしてそういうの作っちゃったんだ。うわ作っちゃった。大丈夫、証拠はまだ掴まれてない。うん、行こう。また遊びにおいで。証拠さえ見つければあの子たちは即出荷、あの女は失脚。あ、楽しみな。私がここのママよ。届いたわ、約束のご褒美よ。ありがとう。俺の命もあと2ヶ月だから記念になるよ。そうね。そういえばまたシスターが俺たちに近づいてきたよ。そう、私の忠告の意味が分からなかったのね。じゃあ明日。さて、そろそろ頃合いかしら。ねえ、こっち向いて。ほら、笑って。何それ？何それ？見せて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 。すごい！みんなで撮ろうよ。あ、じゃあ僕撮るよ。私撮るよ。私。いや、僕が撮るよ。どうぞどうぞ。みんなも一緒に撮ろうよ。マナ、シスターも。じゃあ撮るよ。みんな笑って。いくよ。せーの。あのカメラの部品が最後だ。もう発信機は壊せる。じゃああとは今日の午後の下見のみ。下見を終えたらいよいよ脱獄だ。みんな洗濯しましょう。はい。やだな。無事やだな。ガサ入れよ。
あんたたち証拠はこの中？なんか入ったよね。あ、なんか音が聞こえるね。あ、なんだろうね。開けてみよっか。シスタークローネ。本部からよ。開けてごらんなさい。え？私は第四プラントのママに。お別れは残念だけど、今すぐ荷物をまとめて本部へ戻りなさい。グランマが門で待ってるわ。今すぐ。さようなら。あいつの思い通りにさせてたまるか。グランマ、ご報告したいことが。第三プラントには秘密をした子たちがいます。フルスコア3人はその子たちを連れて脱走するつもりです。でも制御はできているのでしょう。え？制御できていれば問題はありません。でも規則が。かつて私も制御しました。そして誰よりも優秀なママ・イザベラを作り上げた。特別なのです。あの子も、あの子のプラントも。あなたでは代わりは務まらない。じゃあ行ってくる。見張り頼んだよ。うん、万が一レイがママを引きつけられなかったらすぐに教えて。わかった。始めようぜ。薬剤のすり替え。ええ。シスタークローネ排除したわ。え？いらなくなった。だから排除したの。あなたもよ。
は？ここからは私一人で制御する。何を？レイから合図がないのにママが。何かあったんだ。どう？ハウス見てくる。うわー！クソ！あどうしたのママ。14年一緒に暮らしたけど、お芝居抜きで話をするのはこれが初めてね。はじめまして、エマ。ノーマン。今ここでは飼育官と食用児として話をしましょう。でも誤解しないでね。私はあなたたちを愛している。だからこそ諦めてほしくてここに来たの。諦める？何を？抗うことを。温かいハウスで何不自由なく暮らして、満たされた気持ちで死んでいく。一体それのどこが不幸だというの？逃げるなんて不可能。決められた時間最後まであなたたち5人にも幸せでいてほしいの。私が育てた最上の子供たちを何としても守らなければいけないの。これでしばらくは動けない。無事明日を迎えられるわ。明日？おとなしくお祝いしてね、エマ。本部から通達があった。おめでとう、ノーマン。あなたの出荷が決まったわ。話がある。
ノーマン、明日お前一人で逃げろ。ごめん、できない。却下。まあ聞けよ。正確には明日逃げたふりをしてエマの足が治るまで隠れてろ。そして私たちの決行日に一緒に逃げる。僕が逃げたらレイやエマが出荷されるかもしれない。僕の代わりに二人のどちらかが死ぬなんて絶対に嫌だ。ありがとう。大丈夫、気持ちの整理はついてきたから。整理って？僕の命はくれてやる。だけどそれ以外は何一つ譲る気はない。僕は勝つ。必ず脱獄は成功させる。それで十分だ。ノーマン、これでいいんだ。よくない。いいわけねえだろ。俺はお前ら二人を助けるために9年間も準備してきたんだ。お前が逃げても怪我をしていれば出荷されない。出荷されるとしたら俺だ。だから逃げろ。はい、じゃあ二人とも足折ればいいよ。いいアイデアでしょね。みんなで骨折しよう。エマ、何人最高級品として出荷できない状態にしちゃうの。その手があったか。よし、折ろう。いや待って、カナダ寿司も怪我したら出荷されないとは。じゃあめっちゃ風邪ひく。病気じゃ食えねえな。おかしいよ二人とも。おかしくない。ノーマンが死んじゃうより全然いいよ。ノーマン言ってくれたでしょ、みんなで一緒に逃げようって。みんなの中にノーマンがいなきゃ私は嫌だ。大丈夫、みんなで一緒にここから逃げよう。一緒に生きよう。レイはいつここの秘密を知ったの？俺には胎児の頃からの記憶があるんだ。え？普通の人は赤ん坊の頃の記憶を自然になくす。幼児期健忘って言って、大抵は 3,4 歳からの記憶しかない。けど俺は違った。このハウスに来る前の記憶も全て残ってる。じゃあお母さんの顔も覚えてるってこと？覚えてない。ハウスに来る前ってことは門の外の記憶も？ああ、本部に行った時。本部って？母親の体から出て最初に見た場所だ。鬼と大人、そして俺以外にもたくさんの赤ん坊がいた。そこからこのハウスに連れてこられた。だから門からは逃げられない。その本部につながってるから。これで発信機を無効化できる。左耳に当ててスイッチを押せ。ありがとう。新しいロープは今ドンとギルダが作ってる。とにかくお前は明日姿を消してエマの足が治り次第脱獄だ。わかった。ノーマンは絶対に死なせない。
全員絶対生きてここを出よう。おう、なんだこれ。みんな、いい知らせよ。ローマンの里親が決まったわ。急だけど今夜出発よ。今夜？お別れ？そう。寂しいけど、おめでとう、ローマン。おめでとう。アンナ、シェル。みんなもありがとう。みんなもね。またな。ああ。行こう。うん。エマ、無理しないでね。足りない分はまた持ってくるから。ありがとう。ローマ、気をつけてね。絶対一緒に逃げような。うん、じゃあ。大丈夫だ、うまくいく。がいない？てめえ、どういうつもりだよ。ちゃんと下見してきた。は？塀に登ったんだ。塀の向こうは崖だ。飛び降りられる高さじゃない。それで塀に沿って歩いてみた結果、おそらくここが僕らの第三プラント、そしてここが本部。この区画にだけ橋がかかってた。逃げるならこの橋だ。ノーマン、ママが呼んでるよ。今行くって伝えて。分かった。これ返すよ。僕は使ってない。みんなが逃げるときに使って。お前
最初から戻るつもりで。ごめんね、レイ。僕が逃げたら脱獄は難しくなる。僕は間違えるわけにはいかないんだ。誰一人死なせないために。僕ができることはやった。必ず脱獄は成功させて。今までありがとう。二人のおかげでいい人生だった。楽しかった。嬉しかった。幸せだった。畜生、畜生。ノーマン、今から逃げよう。一緒に逃げよう。僕の気持ちは変わらない。わかるでしょ。それじゃ。じゃあみんな元気で。体には気をつけてよ、ママ。ありがとう。ちゃんとご飯食べるんだよ。ありがとう。わかりたくない。ノーマン、ナモの目は引きつける。お願い逃げて。バカ、今君がすべきことはこれじゃない。うるさい。やだ、行かせない。エマ、僕の気持ちを分かってよ。やだ、その気持ちだけは尊重できない。本当は行きたいんでしょ。十分だよ、エマ。君のその気持ちだけで僕は笑っていける。時間よ、ノーマン。寂しいのはわかるけど落ち着きなさい。あなたは何もできなかった。騒いでも無駄よ。さ、エマとレイのこと頼んだよ。手紙を書くよ。約束通り。読んでくれるよね、エマ。大丈夫。絶対に諦めないでね。
立派よ。あなたは正しい。これでエマとレイは最後まで生きられる。ハウスの中で幸せに。そう、幸福な一生。ねえ、ママは幸せ？幸せよ。あなたという子に会えたもの。じゃあここで待ってて。驚かせてしまったかな。もしかしてミネルヴァさん。君、その名前は知ってるんだ。ミネルヴァにはもう消えてもらったよ。じゃああなたは。この世界の秩序を守っているものだ。鬼と人間が決めた約束の世界をですか。そう、よくわかってるんだね。それって結局鬼の側に立ってるってことですよね。人間のためにやっているつもりだよ、私は。鬼たちは人の脳を食うことでしか知性を保てない。だから賢い脳ほど貴重なんだ。ありがとう。君たちのおかげで多くの人間が平和に何も知らずに生きていける。代表して礼を言うよ。人間の世界に僕らの味方はいないんですか。いるよ。我々の側にも食用児を救おうとする人間はいる。そうなんですか。でも消えていく。そういう連中を探し出し潰していくのも私の仕事だ。綺麗事、偽善者だよ連中は。この世界は誰かが犠牲になることで守られるのに。絶望させたかな。いいえ。人間の世界にも僕らを救おうとしてくれる人たちがいる。それも複数で、潰されても次々に現れる。ですよね。それだけで希望はあります。そう？え？面白い子だ。希望はある。世界は変えられる。絶対に変えてくれる。
かわいそうに。結局ノーマンは死んで、レイはあのざま。あなた一人じゃ何にもできない。脱獄はもう絶対にかなわない。絶望に苦しまずに済む一番の方法は諦めることよ。抗うからつらい。受け入れるの。私はね、エマ、あなたを農園のママ候補に推薦しようと思っているの。世界を変えることなんてできない。それならこの世界で精一杯生きればいい。ママになって全て諦めてしまいなさい。チェックメイト。レイ、明日誕生日でしょ。ああ、明日出荷だ。だから今日が最後の夜。そっか、お別れだね。お別れだな。なあお前、本当に諦めちまったのか。本当は諦めてなんかないんだろ、エマ。うん、諦めてない。レイもでしょ。ああ、お互い結局考えることは同じ。逃げよう、レイ。その話をしにここに来た。ああ、この2ヶ月、ろくに話もできなかったもんな。うん、ママは手ごわい。あれだけ何もしてなくてもずっと監視されてた。だから私はそれを利用した。ママの目を引きつけてギルダとロンに準備を託した。よーい、どう？よし、よし、よし、よし。みんなの訓練、道具や食料、防寒具の用意、全部済んでる。明日の昼、ここから逃げよう。いや、監視の目を振り切って昼間逃げるのは無理だ。俺はこれが一番だと思う。今夜ハウスに火をつける。火事を起こすってこと？どいてろ。ママが消火している隙に逃げ出す。本部には脱走じゃなく火事で避難したと思わせる。そうすりゃ警備も手薄になって橋から逃げられる。
でもママがもし消化を諦めて私たち商品を守ろうとしたらママの隙はつけないよ。分かってる。だから俺がママの手を塞ぐ。レイ最高だろ。出荷が決まっている最上級品が燃える。ママは絶対に放っておけない。ずっと前から決めてた。俺はもともと勉強も読書も好きじゃないけど、我慢して努力して釣り上げてきた自分の値打ちを最上級まで。それを今夜取り上げる。お楽しみの収穫目前で食えると思うな、食わせられると思うな。食用商品知ったことか。俺は人間だ。ザ・マービロー。レイ絶対に生き残るよエマ。バイバイ。気づいてたんだよノーマンは。は？お前ノーマンからの伝言。ここじゃなくても死ねる。いいもの見せてやるから黙って来い。は？悪いけど死なす気ないから。エマ？私とノーマンとあの子たちが絶対にレイを死なせない。エマ持ってきてよ。ありがとう。じゃあ着替えて。レイの代わりできた。あとは発信機取り出すからそこに座って耳出して。え？さあ始めるよ。どうも。親愛なるエマへ、この先の計画を
ここに記す。決行はおそらくレイの誕生日前夜。僕はずっとレイのあの言葉が引っかかってた。お前ら二人を殺させないために。レイは自分を数に入れていない。それにオイルも溜め込んでた。レイは火事を起こして死ぬつもりだ。行こう。レイの計画を利用してママを出し抜き、みんなを連れて逃げるんだ。全てはノーマンの計画通り。こいつら全員も秘密を知ってんのか。うん、全部話した。チェックメイト。みんな聞いてほしいことがあるんだ。大事な話なの。何？え、何？そうだったのか。それも全部ノーマンの作戦。これで全員か。小さい子たちは？4歳以下の子たちはここに残す。でも諦めたわけじゃない。フィルと話したの。待てるよ、僕。だから置いてって。約束する。出荷が始まる2年後までには必ず戻るから。まんまとはめられた。でもまだ生きてる。エマもレイも誰一人逃がさない。大丈夫。もともと橋へ向かうつもりはない。逃げるなら橋から。ママも本部もそう思う。崖はないと。そこをつく。行こう。よし。危険だけど渡れそうな場所を見つけた。ここだ。ここから対岸に渡る。どう？ここを渡る。おーやー、よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー。ドン。おう。よし、俺から行くぞ。頼んだぞ。おう。普通ビビるだろ。
くよ。せーの。これだけ訓練したんだ。レイ、ノーマンが言ってたいいものなんじゃない？これ。俺はまだ生きていいのかな。いいんだよレイ、諦めなくていいんだよ。いけるセリフ、みんなを信じて諦めない。どんな不可能なこともエマならやれる気がする。橋に現れない、まさか。どうしよう、エマ、手が、ごめんなさい、ボックスしたらどうしようって。ジェミマ、あのね、大丈夫だ、一緒に渡ろう。みんなを引き上げた時のロープで固定してくれ。わかった。できた。じゃあ行くぞ、ジビマ。またここに立つとは思わなかった。私もあなたと同じ年でここに立ったのよ。え？レスリーって男の子がね、16歳の誕生日に殺されたの。大好きだったレスリー。真実を知った私はママの手を振り切って逃げ出し、ここに立った。そして知ったの、深い崖、暗い森、外には私が生きていける場所なんてない。絶望した私は全てを諦め、ママを目指した。言いつけ通りに子供を身ごもり、レスリーが作った歌をお腹の子に子守歌として聞かせた。私とレスリー、二人しか知らない歌を。その子はどうなったの？生まれてすぐに死んだ。あなたを抱き上げた日のことは今でもはっきり覚えてる。最高のママになりたいって思った。この農園で暮らす子たちに誰より深い愛情を注ごう。一年でも長く幸せな時間を作ってあげようって。外にはあなたたちが生きられる場所なんてどこにもない。世界は変えられない。ないなら作ればいい。
生きられる場所を、私たちが。エマ、外がどんな世界なのかわからない。私一人じゃ生きていけないかもしれない。だけど私は一人じゃない。私はみんなと一緒に外の世界に行く。あなたが飛んだらロープを切る。いいよ、ママがそうしたいなら構わない。それでも私は行く。エマは分かってない。分かってるよ。こんな風に育ててくれたのはママだって。相手の先を読むように、そう教えてくれたのはママ。チェックメイト。家族が信じ合って生きるようにしてくれたのも、元気な体に育ててくれたのも、全部ママ。ハイスコアを出荷するためよ。それだけ？本当はママ、ここを越えていける子を育てたかったんじゃないの？違うわよ。ママも世界を変えたいんでしょ？違う。本当はママも大人になった私たちを見たいんでしょ？違う。さよなら。ママ。願わくばその先に光がありますように。レイ、その歌どこで？ママのお腹の中。俺、胎児の頃の記憶があるんだ。ママもこの歌知ってるの？知らないわ。あのさ、俺分かっちゃったんだ、ハウスの秘密。ママ！ママだ！みんなママだ！ママ！
ごめんね。ごめんね。これ見て、ノーマンが残してくれたペンなんだけどね。この袋ミネルヴァの、全ては私の責任です。